けで今日の楽器はこちら、じゃーん、ウリウリです。どんな音がするかというと、こんな音なんですね。マラカスのような音なんですけど、ちょっとこう派手に羽がついているのが特徴です。さあ、それでは早速ウェンズデーナイトライブあやぱん、今夜もスタートです。はい、というわけでですね、オープニングタイトルはこれから私の担当になりましたので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速今夜の素敵なゲストをお呼びしましょう。今夜のゲスト、ベイビーブーの皆さんです。よっ、すごいですね、大人数だと。はい、あやぱんウェンズで初の6名、はい、ということなんですけど、よろしくお願いします。ベイビーブーです。早速ですか、ポスターをお持ちになっているんですけども、はいはい、ラブノットという CD が出ます。こちらラブノットという、はい、じゃあちょっとこれ貼ってる間にですね、皆さん、はい、時間かかるので自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、はいはい、じゃあ一番高いところに立ってます、しのぶです。よろしくお願いします。はい、リードボーカルのチェリーです。よろしくお願いします。リーダーでボイスパーカッションのカズです。よろしくお願いします。真ん中ぐらいの高さを歌います、ケンです。どのぐらいだろう。はい、同じく真ん中ぐらい、ユウスケです。よろしくお願いします。そして一番低いところ立ってます、ユウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という6名で、はい、ベイビーブー抜けちゃう抜けちゃう、短い毛まで抜けちゃうの、スライドヘッドで抜けちゃうの、ナショナルソイエで私綺麗なお姉さん。先輩、ん、元気の秘密教えてください。それは秘密食べればわかる、ラクトフェリンの秘密、森永ラクトフェリンヨーグルト。こんなにポスター貼っちゃってどうすんの、この後。大丈夫、コマンドタブだもん。引っ張るだけで綺麗に剥がせる、だから気軽に貼れるのね。フックもあるよ。わあ、やらせて。綺麗に剥がせる、コマンドタブとコマンドフック。 3M うさみ、まあそうじゃの、これだよ。よみがえれ日本の香ばしさ、コシヒカリ、キリン日本茶玄米。